こんにちは、やすです。はい、どこにいるかというと、鶴くん、高尾山です。高尾山登りに来ました。ちょっと紅葉を見にね、あとドラクエウォークね、あとポケモン GO ね、はい一応あと自然の音を聞きにという感じで、すごいね、晴れてていいです。お掃除小僧でも見ます？お掃除小僧、こいつお掃除小僧って言うんですよ。初めて知ったけどね。あの今ね、紅葉ちょうどいいですね。紅葉が始まってちょい経ったって感じですかね。ので、まあ、来週とかいいんじゃないですかね。すごく気持ちいいです。今日初めてケーブルカーを乗って、何回か来てるんですけど、高尾さん初めてケーブルカー乗って、でケーブルカーからあの階段がいっぱいある方の道ね、あそこあっちの通路で初めて来ました、経路で。死ぬ、結構あのね、大臀筋が死にます。階段最初ね、ちょっとかなと思ったら結構怒涛のように攻めてくる。またちょっと離れて階段、また階段、また階段みたいな感じで来ますのでね、結構侮れない。太もも結構死にます。僕ちなみに一昨日、太もも足トレーニングしたばっかりで筋肉痛のある感じで登ったんですけどねこんなに階段があるとは思わなくてびっくりしました。ということで、まあちょっと紅葉を楽しみたいかなという方はね、あのいいんじゃないかなと。今日ね、寒かったね。朝8時前に続いて、5度ぐらいですかね。で僕インナーヒートテック、インナー1枚着て上にジャンパーという感じで来て、これでちょうどよかったです。汗かきすぎない感じで、あの登り始めの時は寒いけどね、すぐ動いて体温まるので、あんまり着すぎるとあの汗だくになっちゃってね、逆に冷えちゃうしっていう感じなんで、これぐらいの格好で来るのがいいんじゃないかなと思います。ではまた。高尾さんからヤスでした。